Yo. その調子だ。 ラストだ。 バリアが消えた。
すまない。俺は奴の攻撃で怪我しちまった。悪いが、飛行訓練場へ戻らせてくれ。心配するな、かすり傷だ。お前はすぐメドウへ向かえ。リンク、頑張れよ。見たことある顔。ま、君は必ずここに来る。ガノンに乗っ取られ。それならまず内部の構造。あれがマップの情報が入った誘導石だよ。よし、神獣のマップを手に入れたね。マップをよく見なよ。
光ってる印が神獣バメドを制御する端末だ。メドを取り戻すためには制御残りの制御端末はあと4個。
残りの制御端末はあと3個。残りの制御タップ。
残りの制御端末はあと1個。
やるね。制御端末はこれです。マップをよく見てごらん。新しく光っている大きなデモン。
つけた方がいいよ。100年前僕油断しちゃってさ、ガノンが作ったそいつにやられたんだよ。まあ本当は言いたかないんだけど、僕の仇討ち頼んだよ。奴の射撃は気をつけるんだね。Oh!
おや、本当に倒しちゃったのかい。シャクだね。でもまあ、おかげで僕の魂は解放されて、このメドウも取り戻すことができた。ふん、君にしちゃ頑張ったんじゃないか。ご褒美に僕の能力を授けてあげる。上昇気流を発生させる力、名付けてリーバルトルネードをね。これから僕はこのメドウを移動させてガノンを撃つ準備に入る。君がハイラル城で奴と戦うとき助けてあげるためにね。感謝してくれよ。じゃあそろそろ行きなよ。まだやることが残ってるだろう。あの姫は君をずっと待ってるんだぜ。よし、メドウ、狙いを定めたね。ここからガノンを捕らえ続けて、あいつが戦うとき、奴に強烈な一撃を食らわせるんだ。その日まで頑張ってくれよ。ま、僕とお前は100年もこの時を待ってたんだ。あと少しくらい、どうってことないだろう。そろそろ認めるしかないみたいだな。あいつは飛べもしないくせにこの神獣にやってきて、僕にはできなかったことをやり遂げた。悔しいけど乾杯だ。リンク、君こそ僕らの要だ。Oh!